ご機嫌いかがですか。敷島会の皆さん、ありがとうございます。福沢さん、ありがとうございます。 YouTube をご覧のあなた、ありがとうございます。敷島の大和の国は言霊の助くる国ぞ、まさきくありこそ。万葉集に収められた柿の本人丸の和歌であります。1300年の昔から読み歌い続けてこられた和歌であります。皆さん、お願いがあります。お題を敷島で短歌を作ってお寄せいただけませんか。またここで和歌を読み上げていただけませんか。お待ちしております。お父さん、小学生のお子さんをお持ちのお父さん、お母さん、いよいよ新学期です。これまでいじめに遭っていませんか。これまで自分のお子さんがいじめをしていませんか。これはお父さんの責任です。学校や学校の先生の責任ではありません。しつけや道徳はお父さんの責任です。ここ最近、森友学園の問題でにわかに教育直後が話題になっております。ご存知のように、教育直後は明治23年明治天皇陛下に直後であります。残念ながら先の大戦で敗戦し、昭和23年に参議院で排除、失礼、衆議院で排除、参議院で執行の確認を決議しました。したがって教育直後は法制上の効力は喪失しています。しかし教育直後をもう一度読み直していただきたい。非常に良い内容になっていると思います。こと最近、一部の学校で教育直後を音読暗唱させている学校もあるやに聞いています。教育直後そのものは素晴らしいけれども、音読暗唱で子どもたちの道徳は上がりません。むしろ教育直後はお父さん、お母さん、大人が読み直してください。そしてしっかりお子さんに道徳しつけをしてください。小学生はまだまだ子供なんです。未熟なんです。自分のお子さんをしっかり守ってあげてください。敷島の大和の国は言霊の助くる国ぞ、まさきくありこそ。ありがとうございました。
機嫌いかがですか。敷島会の皆さん、ありがとうございます。福沢さん、ありがとうございます。 YouTube をご覧のあなた、ありがとうございます。君が代は千代にや千代に刺され石の岩尾となりて苔の蒸すまで。おじいさん、おじいちゃん、おばあちゃん、おばあちゃんにとっておじいちゃんは君ですよ。おばあちゃん、おじいちゃんにとっておばあちゃんは君ですよ。そして君は天皇陛下であります。そしてイザナギとイザナミであります。イザナギの木とイザナミの実と君であります。君が代は千代にや千代に刺され石の岩尾となりて苔の蒸すまで。1000年にわたって読み続けてこられた和歌であります。昨日今日できた和歌じゃありません。皆さん、もう一度この和歌を味わってください。ありがとうございました。